現在もスタートに対しましては向かい風のコンディションが続いておりまして、風速は4メートル前後といったところです。シリーズ初日の水面上、続いて8レース予選競争の開始です。1号艇には永井良治、2号艇には武須島誠、3号艇には田辺良三、4号艇大江淳、5号艇には中北正史、6号艇加藤正也、以上6選手の対戦です。今回も定番通りの並びということになりました。いち早くスタートラインに整体しました。このレースは2番人気に押された1号艇の永井です。そして2コース人気の中心、2号艇の武須島。今年5月の当中年では準優勝、今節はフライング休み明けのシリーズとなっておりますが、まずは1走目ギアケースの交換を施しての登場となった2号艇の武須島、3コース3号艇の田辺、4コース下げてシンペラでの挑戦、前走3着でした4号艇大江、5コース今日の3レースイン逃げ勝利は5号艇の中北、再アウト6コース小島、初出場6号艇の加藤です。進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠番通りの並び、スタートまで残り10秒。第8レースは予選競争です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートました。6コースは早かった。6号艇の加藤です。現在スタートは判定中、スタート判定中、お手元の投票券大切にお持ちください。大外6号艇の加藤は早いタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。6号艇の加藤正也フライング変換欠場、6号艇の加藤フライング変換欠場です。従いまして6号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。5艇が残って先頭2号艇の武須島、2番手が3号艇の田辺、3番手5号艇の中北、上田家は2-3-5。レースは2周目の1コーナーです。先頭で向こう締めに折り返す2号艇の武須島、2番手が3号艇の田辺、3番手5号艇に狂った込んで4号艇の大江で向こう締めに折り返すも、3番手突き放した5号艇の中北、上田家2-3-5。その後方水がいて4号艇の大江、1号艇長い接戦で、レースは2周に枠の旋回と向かっていきます。先頭人気の中心2号艇の武須島、2番手が3号艇の田辺、3番手で帰ってきた5号艇の中北、上田家ほぼついて2-3-5。レースは残り1周を切ります。なおこのレース6号艇の加藤正也フライング変換欠場、6号艇の加藤フライング変換欠場となりました。従いまして6号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちください。こちらも危ないスタートでした。2コースか0台前半は0203のタイミング、2コースからまくっていった先頭2号艇武須島、2番手が3号艇の田辺、3番手5号艇中北、上田家2-3-5。変換票数差し引いて2連単 23.3倍、3連単2-3-5 28.4倍。ラストコーナーが最後のホーム直線コース、上田家2-3-5。先頭2番武須島ゴール、2着3番田辺がゴール、3着5番の中北ゴール。